ヒカキンゲームズ。ストレートマンだ。何勝つぞ。というわけで、もう今日気合い入れてきたんですよ、僕は。はい、ロイヤルフラッシュヒーローズロイフラで、今日はねストレートがガンガン効くステージを2人でクリアしたいということで、僕はねトランプマンになりました。すごいねこれ。これ自分でやったんですよ、すごくないですか。自分で鏡見てやったんですよ、これすごいでしょ、ピエロみたいで。でね、さっきね気づいたんですけど、これ一応ハートとかね、このスペードとか書いたんですけど、これダイヤなんですけど、必殺技やっていいですか。何必殺技。ダイヤなんですけど、ダイヤ拡大。ちょっと大きくなったけどね、ちょっと。よし行くぞ。いいのそれで。よし行こう。すごい、よし、いつものオープニングもなしで始まった。でもまあ YouTube。 どうもヒカキンです。はい、まあそうです、行きましょう。それではですね、今日挑むのは、はい、この恐竜親子ってとこですね。え、これ強いんじゃないの。強そう。ただなんかね、聞いてるのは、うん、ボスまでの道中の敵は、ストレートがなかなか効きやすいと。で、ボスはストレートしか効かないらしいんですよ。それ以外は無効。結構さ、むずくない？だってストレート確実に出さなきゃいけないってことだよね。そう、ただまあストレートって頑張ればね、うん、バンバン出せると思うんで。で、今回ね、敵の属性が木と火ということで、それに対する、火と水でパーティー組んでるんで、フレンドもじゃあ水でいきましょう。おー、オッケー。はい、こんな感じのパーティーでございます。いきます、ストレートマン。いやー、さっき出てきた時びっくりしちゃった。この顔で。あ、もう最近塗るの上手くなってきたんですよ、これ。塗る機会増えてるから。はい、来ました。頑張る。あ、来た。マサさんと順番にやっていきます。オッケー。で、この敵はもうすでにストレートが効きやすいと。あー、そっ、ストレート以外、これ岩系のやつってストレート効くんだよね、確かに、ね、あー、そうなんだ。そうで、ポーカーですね、いわゆるポーカーなんですけど、攻撃を押すとこういう風にカードが振り当てられて、で、僕ら今回狙うストレートっていうのは数字が5個ね。そう、5個並んでる。そう、例えば1、2、3、4、5、5でもいいし、3、4、5、6、7でもいいしみたいな。うん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 、そういうことですね。だからそれを考えて、いらないのを捨ててったりする感じ。あ、でも結構揃ってない。そうで、あ、見やすくこの役一覧を押すと見れるんですけど、うん、で、ポーカーのこういういろんな役があって、まあ一番いいのはね、この一番下のこのゲーム名でもあるけど、ロイヤルストレートフラッシュなんですけど、これ出たら神だね。ね、今回狙うのはまあこれやっていけばいいですよ、ストレート。ストレート出しまーす、出しまーす。だから柄は別に、柄は別に気にしなくてもいいと。はい、で、今ストレートに近いのは、近いのが13とか2とか11とか。ほんとだ、11もある、うん、ってことは、ちっちゃいの捨てていきます。ちっちゃいの捨てつつ、2ペアとかもできるね、これ、うん、5、5。お、2ペアいいんじゃないこれ。いきます、うんうん、攻撃。2ペアって結構十分強いよね。最初に水弱点。あー、いけ。で、ここからスキルのダメージだ ね。お、全然普通に強いじゃん。全然いけるいける、うん、いや、ストレートマンが、ね、あとはボスでちゃんとストレート出せるかどうかってことだね。はい、あ、そっか、次俺か。ここでカードドローして、ドローして、さあ、攻撃のボタン。10とか来い。お、9が来てるね。11、12、13。え、めっちゃ10がないだけだよね。あ、ほんとだ、10がないだけだ。じゃあそれ以外をいけばいい。そうだね、じゃあ3、まあ9も別に。そうだね、9もいっちゃって1枚残しとけば。そうだね、じゃあこれで出てくれ。まあ普通の攻撃で1体は倒せるから。あ、でもいい、やっぱ属性も今回合ってるんで。はい、じゃあヒカキン、いきます。じゃない、トランプマン。ドロー、ね、ストレートマン。すごいキャラがね、定まってないんでね。ストレートマン、そうそうそう、ストレートマンって言ってるのに数字ないっていうね。お、あ、来たじゃん、10。あ、来た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 。これ一発、あ、でももったいないね。あ、じゃあ普通にいらないやつだけ消して次行こうか、うん、で、次で使ってもいいしね。ちなみに8、9、10、11、お、12で、次ハートの12が出たら、これフラッシュとストレートの。ほんとだ、すげえ、ストレートフラッシュだ。ハートをじゃあ残して。そうだね。うわ、なんか複雑なんだ。難しい。クローバーあたりはなんかあんま使わなそうだよね。この辺か。うん、よし、行きましょう。行っちゃう行っちゃう、2枚で行っちゃおう。ほら、これでバトル4まであるからね。そっか、行け。あー、惜しい。あー、惜しい。またこれででもね、あんまり、あ、あれ気づいたけどさ、1体俺らやられてるね。え、最前列、ほら。ほんとだ、やばいやばい。あー、ここはじゃあまあ2と6で、次はこれで倒せるでしょ。そうだね、うん、攻撃。そうだ、これやられたらね、列交代してから。そうだそうだそうだ、よし、倒した。あぶねー。あ、鳥ちゃんがいる。鳥ちゃんの能力ちょっと見てみる。うん、鳥ちゃんは2ペアに弱くて、
このゴーレムはやっぱりストレート系なんだね。弱いってことは、ね、あ2ペアか。まあでも普通にストレートいっちゃってもいいんじゃない。そうだよね、別に使うもんね、うん、おストレート11。あーいい感じだね。ここでやっちゃおっか、うん、やっちゃおう、やっちゃおう。危ないし。どういこう。8、9、10。あそうだね、色関係なくもう使っちゃおうか。そうそうそう、やっちゃおう、ね、やっちゃおう。はい、8、9、10、11、12。いきます、ストレートマン攻撃。あ、ゴーゴー、あ、やばい、あーあーあー、取りにやっちゃった。でもこっからスキルだ、大丈夫だ。ストレートマン、ストレートマン焦る、ストレートマン失敗。こっからこっから。あ、オッケー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 、頼む、いけ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 。いやー、塗った甲斐があるもんだよ、これは。あれ、倒せてない。全然だ、意外と。マジか、かなり今、炸裂したのに。2ペアだからね、こっちはね。そっかそっか、逆に、5、6、7。2ペアあるな。2ペアある、2ペアでいこうか。使っちゃえ、使っちゃえ。これでいっちゃおうかな。おー、いい、ほんとだ、そんなとこにあった。これで、これでいいか。イエローとか。あ、ゴーレムになったやばい、でも、こっからゴーレムを倒せて。あ、倒せる倒せる。こいつか。トリちゃんもちゃんと選択すんのよくやんないと、ね、選択、あ、やばい、しびれてる。ちょっと入れ替えようか、入れ替えようか。これね、この、うん、くるくるってマークあるじゃないですか、攻撃の左にあるやつ。これを押すとこうなります。いいね、中列あたりをこう、そう、5人を持ってくればこれだね、うん、はい、いいんじゃないかな。じゃあこれでいきましょう。おお、2ペアがいいんだよね。あ、おー、あー、そうなると、ただね、3、4、5とかあんじゃん。うん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 、一回これもう2ペアで倒しちゃってもいいのかな。倒しちゃおう、倒しちゃおう、もう。そうだね、なんか意外とね、ロイヤルストレートフラッシュが来ちゃったみたいなのあるかもしれない。ね、こうだもんね。うん。いきます。ちょっともったいないけど。行っちゃいましょう。行っちゃいます。もったいな。でも結構枚数多いからね。ね、うん。またすぐストレートだったらね、いけるはず。あとバトル2回だからね。2回。この次もボスだから、ボスはストレート決めれば多分いけるはず。あ、ちなみにこれ次はスキャンで見てみると、あ、3カードフルハウスに弱いって頭蓋洞。いやー、いろいろ混ざってきてるやん。これ難しいね。ね。何からいくかだよね。役見て1、2、3、4、5。あ、お、これいけるね。ストレートだ。ストレートいけるから、まずじゃあゴーレムに合わせて。そうだね、もうストレートしちゃえ。1、2、3、4、5で、しかもストレートフラッシュ。おー、やべえ、色揃ってんじゃん。やべえ、これ全部倒せんじゃない。うん、いっちゃえ、いっちゃえ。ほんとはね、ストレートマン、はい、ゴーボスでやったらね、うん、これ、よかったね、気持ちよくいけてたのに。そこがね、なかなかまた揃わない。うおー、めちゃくちゃ強い。あ、でも他のもいってくれ。あ、わ、頭蓋ドンもいけんじゃない。です、稲妻のタッチ。あ、いけてる。おー、あ、やばい、こいつやばい。あ、やばい、隊列変えよう、変えようか、隊列変えよう。もうまたこれにしちゃおうか。またそれがいいね、うん、あ、これストレートいけてるけど、このキャラは2ペアだよね。2ペア、2ペア揃ってるよ。12と3。いきます、とりあえずボスにもいって。次ボスでしょ。そう、ボスでうまいことこう作って倒してみたいな、ね、ストレートフラッシュとかやりたいけど。よし、おーし、あ、でも今回復してるからね、これ。ほんとだ、よし、来ました、来ました。こいつか。ロックレム、ストレート系以外無効化。うわー、ごついな。これどっちから狙っていくかだよね。ボスから狙っていくとか。そうだね、ボスから狙っていくか。まず役見て、あ、8、9、10、11。お、これストレートだよ。絶対やったほうがいいでしょ、これ。ストレートはボス、マストレート、マストレート、マストレートマストレートいきます。じゃあ8、9、10、11。来たね、これ。これ来ちゃったね、マストレート発動。マストレートいや、違う。いや、なんかでも強そうだな。うん、属性も合ってる。あ、でも硬っ。マジか、結構。あ、でもいける、半分ぐらい。いける、あ、いけるいけるいける。もう一回ストレート決めればいけるよ。ここで、あー、あ、なんか強いな、硬いぞ。やばいな。え、あ、やられた。え、嘘、ちょっとやばいぞ。体力組み直す。そうだね、うん、これにして来い。あ、5、2ペアですね。2ペアか。今揃えそうなのが3、4、5だね。うん、3、4、5。じゃあちょっと普通に2ペアでいっちゃうね。そうだね、この辺だね。11と13。うん、1もあるから2が来たらいける。5もあるしね。そうだね、うん、これでいきましょう。 OK、13、11。 OK、 いっちゃってください。ただね、ストレートじゃないから。でもこれストレート以外。あ、でも結構食らってるよ。普通の攻撃は食らうんだ、ね、スキルダメージはないってこと。そっかそっかそっか。あ、ほんとだ、無効化だ、無効化だ。これですよ、これ。2ペア、これが嫌な感じ。うわ、これひどいね。そっか、他のにしとけばよかったってことか。そういうことだ。そっかそっかそっか。
ボス設定してなければ。あ、次やばい来ちゃう。じゃあ、隊列をちょっと変えて、このマークが来てるところは次隕石が降ってくるんで、どうしよう。あ、これ回復やられるかな。難しいね。一番右は絶対、一番右のこの弓のキャラクターはやられちゃうから、うん、まあこれでいいんじゃないかな、うん、隊列。あ、もう攻撃できないな。まあ食らわないのを最優先でいこうか。はい、じゃあこれで、お、ツーペア。あ、じゃあ、選択変えないと。 あ、そうだ。じゃあまず結構食らってるこの赤い方にして、ツーペアで5と12、さらになんか1枚こう捨てれたらいいね。 3、4、5。 あ、8とか。あ、5は残しとくか。1か5か迷うね、これ使う、うん、じゃあでも1、こういく、そうしようか。1とじゃあ、うん、それの方がいいかもしれない。よし、じゃあこれでいきましょう。攻撃いって。あ、回復した。頼む。結構ギリギリや。結構ギリギリ。あ、おい、行ってくれ。倒して。よっしゃ、これ倒せる、倒せる。行った。あ、よかったよかったよかった。うーわ、隕石。でも全…あ、ギリギリだ。あ、また隕石。でも次少ないから、じゃあもう攻撃の方に。ストレート来い、ストレート。これで行っていいんだよね。行っちゃっていいと思う。あ、スーペアですね。3、4、5、6、7。あるストレート。あるある。よし、これでストレートマン来たー。ストレートマンが来たー。これ待って、これボスを、選択。これで、ね、冷静にいきましょう。やばいね。はい、3、4、5、6、7。これで OK。 おお、来たね。素晴らしい。来ちゃったね。いきます。シャッター。はい、これで人生はストレート。そうか、そう。来た。いけ。おお、いける。こっから、こっから。いけるか。いやー、これで。あ、回復。いやー、でも このキャラクター倒さないと。あ、いった、いってくれー。やっ、おーあー、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大きくなってるよ。やばい。真剣な顔すればするほど面白いよ。やった、よかった。いや、一番いい倒し方だったじゃん。いや、いい感じ、ね、クリアでダイヤゲット。でもね、今回の課題はこう敵を選択するとき、うん、もうちょっと冷静にやれればもうちょっとスムーズにいけたかなってところですけど、そうだね、でもよかった、いい感じで倒せた ね。ストレートしか効かないステージ結構好きかも。うん、うん、逆に楽しいね。ね、はい、というわけで今回プレイしたロイヤルフラッシュヒーローズのダウンロードリンク、動画概要欄に載せておきますので、ぜひぜひダウンロードして遊んでみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。スマートフォンからご覧の方は、動画画面の下にあるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は画面内のこちらの登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。その他、私ヒカキンの、Twitter、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも、概要欄に載せておきますので、ぜひぜひチェックお願いします。バイ。